アウィ専属カメラマンのアルフレッド・ティ・パーマーが1942年6月に撮影した写真戦時情報局はかつて存在したアメリカ合衆国の情報、プロパガンダ機関。第二次世界大戦期の1941年にルーズベルト大統領が設置した。戦後、1945年トルーマン大統領令によって解散し、 アメリカ合衆国情報局に移管した。エルマー・デイビス・アウイー局長1941年7月11日、フランクリン・ルーズベルト大統領がアメリカ合衆国の情報、プロパガンダ機関として情報調整局を創設する。1942年6月13日、ルーズベルト大統領は大統領令9182号を発布し、 それまでに存在した情報調整局、事実統計局や政府報告局等を統合し、アメリカ合衆国大統領行政府内の緊急事態管理局内に戦争情報局を設置した。さらに、海外のニュースやレポート、そして国内外のプロパガンダを分析するという新しい任務も追い、CBS ニュースのエルマー・ディビスをディレクターにアメリカ有数の学者たちが雇われた。 戦時中のアメリカ国内の情報は統制されており、特定の情報は過剰に多くまたは少ないといった変更のあるような状況であり、情報は混乱し、矛盾したものが多かったと言われる。また、なぜ世界大戦が起こっているのかについて理解する情報が不足していたため、アメリカの大衆は国際情勢を理解しておらず、他の連合国に対して怒りをあらわにすることさえあった。 こうした状況を改善するため、ルーズベルト大統領は戦争情報局を設置した。アメリカの大衆、特にアメリカ合衆国議会は、複数の理由でプロパガンダに疲弊していた。報道機関は戦時中の情報の独占的な提供者であったため、戦争情報局によって情報が中央政府に集められることを恐れていた。また議会は、 戦争情報局がナチスの宣伝賞と類似したプロパガンダ機関になることを恐れていた。さらに第一次世界大戦中の公共情報委員会が失敗した前例もあった。日本軍による真珠湾攻撃によって戦時情報の調整と拡散は軍事に限定されたものから国民の不安を上回るものにする必要が高まった。ルーズベルト大統領は CBS 記者のエルマー・デイビスにアウィーを委託し、戦争に勝利するために積極的な役割を果たし、戦後の世界の基礎を築くことを使命とした。大統領はまた、新聞、ラジオ、映画、その他の手段を使い、国内及び海外に向けて戦争の情勢や戦争の目的などの情報計画を組織するよう命じた。アウィーは、こうして海外向けと、 国内向けに分けられた。1945年8月31日のハリー・エストルーマン大統領命令によって9月15日、アウィーは解散した。トルーマン大統領はアウィーを優れた業績を残したと評価した。アウィー国際担当部署はアメリカ合衆国情報局へと移管され、また戦略情報局は中央情報局へと移管された。 ワシントン DC のラジオ修繕部署、戦争情報局ラジオ部は、ドイツ、日本、イタリアを扱った、ディスイズアワー r enemy や、国内の戦意公用を目指したアンクルサム、15についてのヘイソン・ザ、hey ・デ NBC ブルーネットワークのチャプレン、ジムなどを制作した。ラジオプロデューサーのノーマン・コー・ウィンは、俳優のロバート・ヤングを起用して、アン・アメリカン・イン・イングランド、アン・アメリカン・イン・ロシア、 パスポートフォーアダムズを制作した。1942年にはボイスオブアメリカを設置した。ドアではアメリカ労働総同盟や産業組織議会などからも情報が提供された。1942年から1943年にかけてアウィーは2つの写真機関を設置し、戦争初期の国内の交通移動。 航空機工場や動員された働く女性の写真を記録した。また237個のニュース映画や1 6ト、mm、ルフィルムが作られた。戦争情報局映画部はハリウッドの協力を得てアメリカの戦争目的を前進させることが目指された。エルマー・デイビスはエンターテインメント映画はプロパガンダ化されたことがわかりにくいため、 大衆の精神にプロパガンダを注入するには最適であると考えていた。連合軍の紹介したフリーダムファイターズや石油燃料や食料備蓄など市民でも実施できるなどと衝動された。戦争が長期化するにつれてハリウッドでの戦争情報局映画部の存在は大きくなっていき、1943年までにはパラマウント映画を除くべてのスタジオが統制下に、 置かれた。戦争情報局映画部は、個々の映画を、連合軍の使命の名誉を推進するかどうかで、審査した。政府は検閲のまずさを十分に心得ており、映画部部長のローエール・メレットも、アメリカ映画制作配給業者協会を、ワーナー・ブラザースは、アメリカ大使のジョセフ・ E ・デイビスを、主人公にした、モスクワへの密使を、20世紀フォックスは、ウィルソンをそれぞれ制作した。 メトロゴールドウィン・ベイヤーは当初は、真珠湾攻撃後の最初の作品として、ソ連を紹介するドキュメンタリー映画を制作するつもりであったが、結局は、国民的人気を博したプロ野球選手、ルー・ゲイリックの電気映画、打撃王を愛国心を高める目的で制作することに決めた。戦争情報局によると、1942年3月から9月までの、 間だけでも何らかの形で戦争を描いた映画は国内外合わせて260本に上った。フィリピンで散布されたリーフレット戦争情報局の海外担当部署は国内の部署よりも反対が少なく大きな成功を得た。心理戦部は戦闘地域での敵軍や連合軍基地付近の住民に対してプロパガンダを発信した。第二次世界大戦中はリーフレットが 一般的で北アフリカ、イタリア、ドイツ、フィリピン、日本の各地域で有用だった。タイ・日本リーフレットでは1800万枚が散布され、1945年夏だけでも980万枚が散布された。タイイタリアリーフレットでは、ムッソリーニとヒトラーのために死ぬか、イタリアと文明のために生きるかを決める時が来たと書かれていた。アウイは新聞。 雑誌も利用し、ビクトリーという海外の雑誌は、海外の連合国の市民とアメリカ市民とが戦争に協力するように運営された。それは、アメリカの工業力とアメリカのライフスタイルの魅力を伝えるものであった。このほか、マッチブックや、石鹸の包装紙、裁縫箱などに、4つの自由、ナチの汚れを洗ってください。 合衆国の友人よりと書かれたり、ヒトラーや東条秀樹の漫画が書かれたりした。ルクセンブルクでのアニースアクでは、アメリカ陸軍第12軍が午前2時から6時30分にかけて秘密ラジオを放送した。東方戦線では、アウイはポーランドやソ連の連合軍から不評を買った。人的損害があまりにひどかったポーランドやソ連は、 戦争を理想化するようなアウイを批判した。太平洋戦線ではフリーチャイナのプロパガンダが実施され、日本軍の不道徳さを強調したり、アメリカの参戦が中国国民にとって利益となることが発信された。アウイは多くの中国人、日系アメリカ人、日本軍捕虜、朝鮮からの亡命者などを雇用し、収集した情報を太平洋地域の 各言語に翻訳した。また、インテリジェンスと暗号情報のためのチャンネルも創設された。しかし、国民党と中国共産党が対立する中国では、アウィーの作戦はうまく進展せず、蒋介石とアウィーも多くの面で対立し、蒋介石側はアウィーにスパイを送り込むことさえした。インドではアメリカは、イギリスと戦争の勝利には合意したが、 植民地統治については交渉があった。アウィーが植民地からの自由を発信することはインドでの反乱を誘発しイギリスの立場を危うくすることになったし、またアメリカの黒人がアメリカの政策の偽善を指摘することにもなった。戦時情報局は非常に多彩な学者集団が集められた。政治学者のポール・ライン・バーガーは ジョンズ・ホップキンス大学で訓練を受け、心理戦のスペシャリストであり、文化を操作するにはまず文化を理解する必要が重要だと考え、極東部門の副長官にジョージ・テイラーを起用し、敵の戦意を研究し操作するため、海外戦意分析家に、ルース・ベネディクト、ジョン・エンブリー、モーリス・オプラーといった人類学者など、約30人の社会科学研究者が雇用された。ベネディクトは、 日本ハンチーフとなり、聞くと刀の元となる報告書、ジャパニーズ・ビヘイビア・パターンズをまとめた。アウイー協力者には、作家のハワード・ファスト、チェイン・ジェイコブズ、SF 作家マレー・ラインスター、コードウェイナー・スミス、ジェイ・ベンネット、ハンフリー・コブ、アラン・クランストン、歴史学者のジョン・フェア・バンク、オーウェン・ラティモア、アーサー・シュレ・ジンジャー、映画監督、ゴードン・パークス、脚本家ウォールド・ソルトラがいる。 日経では、フランク、肖像、ババがおり、画家の石垣栄太郎は、中国の抗日戦争を応援し、その妻で、フェミニストの記者だった石垣綾子も、日本の満州侵略を批判していたため、アウイーは彼らを雇用した。このほか、藤井衆史家も、国吉康夫らがアウイーに協力し、自ら売り込んで参加した、矢島太郎も、沿線ブックレット、 運が僕らのイラストを担当している。ドリル工場に動員された女性アウィーに参加した作家、プロデューサー、俳優の中にはソ連や共産主義を賛美する者も,もおりアメリカ共産党の党員もいた。アウィー太平洋作戦部長で中国学者の応援ラティモアは後副大統領ヘンリー・エイ・ウォレスに同行して1944年に 中国とモンゴルを訪問するなどしたが、戦後になってソ連軍参謀本部情報局を離脱したアレクサンダー・バービン将軍が、ラティモアがソ連の工作員である可能性を指摘した。赤狩りの中心人物であったジョセフ・マッカーシーは、ラティモアをアメリカ政府内の親共産主義者として告発したが、本人の反論のほか、アチソン国務長官やラティモアと同じく、 中国学の権威であったフェアバンクラがラティモアを擁護した。結局ラティモアへの権威は却下されたが、彼はこれを機に在籍していたジョンズ・ホップキンズ大学での立場を失い、イギリス、後にフランスへ去った。この他、フローラ・ウォブスキン・モベノナ文書公開によってソ連のスパイであったことが明らかになっている。ありがとうございます。